よいしょ。あ、でもね。プラーン。はい、毎度お越しやすプララーン。本日はですね、この間ご紹介させていただいた米国通販サイトウィッシュのレビュー動画第2弾ですね。まあ、前回ね、ちょっと若干悲惨な目にあったんですけども今回また届いたのでレビューしてみたいと思います。もちろんアート用品ですね。じゃーん、ね、まだ開けてないんですけど、多分僕の思い描いてるもんやと思いますね。この感じ折れ曲がるし、じゃあね、もう早速開けてみましょうか。もうほんまに前回のようなのは嫌ですけどね結構ね、注文してからね2週間ぐらいもっとかな、やっと着きました。全然開かへんなんで、これパッタニューン伸びるんですよ、これこれ独特のね、じゃーん、あ、出ました。やっぱこれですね。まあ、要するにね、手袋なんですよ、これ。このように小指とね、薬指だけ保護してくれる手袋なんですよね。皆さんよくないですか、こう絵描いてるとね、イラストとか描いてると、あの手汗とかね、この手で描いてるとこを汚してしまうっていうことがよくあると思うんですけど、それを保護するための手袋なんですね。実際イラスト用の手袋って前からね存在するんですけど、それらの大半はあの指の先だけね全部こう開いてたり、あともう全面を覆うもんやったりするんですけど、それやとね、あの筆とか鉛筆ちょっと持ちにくい時があるんですよね。でもこれやったら薬指と小指以外は全部手がもう開いてる状態なので、めっちゃ持ちやすいんちゃうかっていうことで気になってね、買ってみたんですよ。質感はね、伸びるタイプですね。これサイズが選べないので、フリーサイズなので、まあ誰でもこれだけ伸びがあればね着用できるんじゃないでしょうか。うわ、めっちゃ気持ち悪いめっちゃ気持ち悪いけど、はめましてね、ほらウィッシーみたいなね、やってまうよねこれ絶対もう超絶ダサいなこれでもね、これね、色が僕が見た中ではこのブラックで、あと青とか、あとエンジ色みたいなのとか紫とかね、そんなんあったんですけど、なぜか白がないんですよね。普通白ありきじゃないですか。黒とかめっちゃなんかダサいですよね。白あっての紫とか青やと思うんやけど。で、ちなみにこう右手をね、つけれるということは、左利きの方でも着用できるっていうことですね。僕中学校ぐらいの時エアガンが好きで、なんか指の先だけ開いてるグローブみたいなやつがね、あって、それかっこええなぁ思って、ダイソーで手袋、黒い手袋買ってきて、指先だけカットして使ってたのを思い出しました、今なんか。めっちゃダサいですよね。めっちゃ張り切ってる感ない、なんか。でもなんか柔軟が効くので、なんか最初、つけた感じはすごい違和感があったんですけど、慣れたらね、そうでもないかもしれませんね。割と着用感はいいかも。だからこれね、筆とかを持って、このまま紙を汚さずに書けるっていうことですね。ちょっと実際これで書いてみようと思います。ほなね、筆でおなじみの鳥獣戯画を書いてみたいと思います。いやー、ちょっと気持ち悪いな。着用感が。よいしょ。あ、でもね、書きやすいかもしれん。ね、滑りがいいんですよ、すごく。手汗で滑りが悪くなると、この運筆にね、滞りができるんですけど、割とこれね、滑ってくれるので、書きやすいかもしれん。ああ、いいね、いいね。なんかこう、つけた当初の着用感、気持ち悪さって、ある程度書いてると消えていきますね。なんか、最初だけかもしれん。よし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 。よしよしよしよっと。で、うん、意外と書きやすいかもしれませんね。まあ、鳥獣戯画もそうなんですけど、この、こういうね、長いストロークの時も、このグローブをはめてることによりね、小指と足の間の摩擦が減って、割と自由な線が引けるかもしれませんね。まあ、その辺はね、自分の感覚の好みやと思うんですけど、僕はありかなと思いましたね。でもちろん筆だけじゃなくて、鉛筆ね、鉛筆画を描くときも、鉛筆の粉ってこう、擦れて、画面汚れるじゃないですか。そういうときにもね、良さそうですね。ウィッシュこれね、結構でも良かったですね。
もうこの間みたいにわけのわからんやつ送られてきたらどうしようかと思ってヒヤヒヤしとったんですけどね。で最後に、これね、いくらかなんですが、これタダでした。無料。びっくりすると思うんですけど、Wish のアプリを開いていただくとわかると思うんですが、もらうっていう商品がね、結構たくさんあると思うんですよ。まあそれにはね、からくりがあって、もらうって言っても送料は払ってくださいなんです。で多分なんですけど、送料のね、差額で利益を得てるんやと思います。ただ、これは本体無料で送料が193円でした。僕が買ったところはね。だ実質これ、手袋193円で僕がゲットしたっていうことですね。まあそう考えたらめっちゃ安くないですか？それどうやって利益出るんか分からへんけどね。まあでもストアによっていろいろその送料とか本体価格、全く同じ商品でも送料とか本体価格が違ってくるので、そこをねこう一生懸命探さんとダメなんですけどね。まあね、これ白が欲しかったんですけどね。黒ってめっちゃダサいやん。かっこいいかなこれ。でもこれに関してはね、使えるものかなと思いましたね。着用感も、あの製法もね、割としっかりっていうことはないけど、めっちゃひどいのがあるので、まあまあいけるんじゃないですか、こんなレベルやったら。まだまだね、あの通販サイトを使ってアート用品を買ってレビューすることを続けていくと思うので、ぜひまた次回もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご覧いただきありがとうございました。またお越しやすー。全然ちゃうけどね。